こちらは動画制作者です。地域差がありお隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。大昔の群馬には海があったんだぜ。急に何を言ってる？群馬は海なしでしょうよ。昔はあったのです。どういうことさ。今から1万年前から6000年前のことです。だいぶ昔ですな。縄文海進という海面上昇が起こった。はいはい。そして海面は内陸部まで入り込んだ。それが群馬まで？そう、板倉町付近まで。結構入り込んでるのね。その入り込んだ海を奥東京湾と呼んでいるらしい。ほほー。細かい範囲はわからないけど、板倉町は奥東京湾に注ぐ川の河口だったんじゃないかって。なるほどね。その証拠に貝塚もちゃんとある。縄文人が食べた形跡か。そこには海にしかいない牡蠣の貝殻があったという。おお、ほぼ確定じゃないか。これからは海なし県じゃなく元海あり県と呼んでくれ。釣っても海というか河口でしょ。河口なんてほぼ海っしょ。違うと思うけど。どう、群馬すごいでしょ。あ、調べたらさ、栃木市の藤岡付近にも海来てるっぽいね。え、そうなの。栃木も元海あり県ですな。もちろん埼玉にも海来てたっぽいし。埼玉も元海あり県か。これってもしや関東に海なし県は存在しないってことか。いや、それは違う。地元創業の大手有名店であるじゃない？いっぱいありますぞ。あれってその地元全部の市町村にあるのかな？栃木だったら栃木生まれの有名店が25市町全部にあるか的な。そうそう。じゃあ栃木市創業で小山市に本社がある河内薬品で調べてみる？お、調べてみよう。あ、そういう感じですか。どうだった？とりあえず栃木県内には全部で79店舗ある。おお、結構ありますな。そんでこれが市町別、多い順から。こう見ると宇都宮だけ異次元だな。当たり前だけど人口とほぼ比例してますな。そうなりますよね。続き2から1店舗の市や町。だいたいこれぐらいの店舗数が普通か。そんな感じだよね。見た感じ全部の市町村にあったっぽいね。残念、実は2つないのです。市貝町と高根沢町だけありませんでした。なんと、地元のお店なのにないのか。結果全部ではなかったですな。あと2つぐらい増やせばいいのに。簡単に言うんじゃないよ。全部あったらなんか嬉しいのに。そういう事情で店舗作らないでしょう。わかった、宇都宮から2つほど借りてきなよ。だから勝手なこと言うんじゃない。車で草津温泉へ行くたびに思うんだけどさ。なんでしょう？草津遠いよね。まあ群馬の端っこだしね。遠いというか時間かかるよね。もしかしてクレームですか？高速道路ないし、伊香保インター降りてからが長くてさ。まあ草津まで50キロくらいはあるけど。でしょ？地味に遠い。でも上新道で少しは楽だったでしょ？え？何それ？通ったんじゃないの？上新道。道の名前なんていちいち覚えてないしな。上新自動車道、渋川から長野県をつなぐ地域高規格道路。へえ、そんなのありました？全部開通はまだだけど一部できてますよ。あ、ここ通ったかも。関越と上新越をつないで災害、物流、観光、いろいろと助かる道路だ。でも全部開通はまだまだですか。視察なら2027年に行けそうだけどね。もうちょいかかる感じなのね。ちなみに全部開通するとこれだけ時間短縮できる。おお、30分はでかいな。地域住民も助かっちゃうのだ。確かに。まだ時間はかかるけど便利になること間違いなし。いやでも結局普通の道路でしょ。まあそうですけど。私は楽な高速道路が欲しいんですよ。贅沢言うなよ。あ、わかった。何が？上新道の上に高速作ってくれればいいのだ。めちゃくちゃ言うな。着々と冬に近づいてきてますな。冬といったら夜景の季節ですぞ。夜景？季節関係ある？日没が早いし空気が澄んでるし。あ、確かに。そこで日本夜景遺産って知ってる？え、聞いたことないな。全国に埋もれている夜景の存在をアピールするプロジェクト。そんなのがあったのか。で、この夜景遺産に認定されている場所がある。どんなとこがあるの？全国各地にあるけど、
これが北関東の一覧ね。お、群馬もありますな。どこがどこだかわからないと思うので、これを県別に並べてみると、いや群馬少ないな。群馬1、栃木9、茨城5。栃木だけダントツに多い。そう、栃木が北関東で一番選ばれているのだ。足フラ2つもあるけどいいの？あと県庁なら絶対群馬だろう。足フラはイルミネーションアワードで1位ですし、なんかやたら長い賞だな。ってことで栃木県は夜景の県だったのです。なんだよ夜景の県って。昼間の観光地は数あれど夜は少ないでしょ。確かにね。夜の観光資源としても夜景は重要なのだ。特に地方だと夜弱いもんな。夜観光にも力を入れていこうぜ。夜か、お化け出るしな。いや子供か。北関東って家電量販店の聖地だよね。家電ですかい？群馬は山田、ビッグカメラ、栃木は小島、茨城はケーズ。確かにそれ考えたら北関東ってすごいな。誰だ？こんにちは。埼玉ちゃん。埼玉にも埼玉生まれの家電量販店があるわよ。へえ、あるんだ。知らなかった。これ電吉。電吉？あれ、なんか聞いたことあるような。埼玉市に本社がある地域密着のお店よ。マジでどこかで聞いたぞ。群馬は大田市に最近できたじゃない。あ、そうだ。パワーモールのとこ、ベイシア電機の跡地。全然わからん。これが店舗数よ。やはり栃木はなかったか。群馬にも広げてきた感じなのね。ちなみに家電量販店お決まりのテーマソングもあるわ。ラバーズバージョンってなんだ。あ、ほんとだ。ラップもあるヒップホップバージョンよ。なぜヒップホップ。逆に気になる。これからもっと店舗が増えてくれると嬉しいわね。群馬にも増えてきそうだ。栃木にもやってくるかな。そうね、栃木は。いや、うわ、なんで